クボさん、キットにモチベーションあるんでしょうかエンジンかけたらね。まあ、たまにかかってくれないときもあるかもしれないですけど、アクセル踏んだらね、進んでくれるし。てっちゃん、今日ちょっとはモチベーション上がんないから、30キロね、みたいなね。キットが喋り出したら面白いですね。まあ、モチベーションなんか関係ないみたいな。車に教育するみたいなね。 もうきっと、モチベーションなんか関係ねえと。いや、ちょっとモチベーション、オイル変えたよ、みたいなね。<laughs> シャレな、みたいなね。<laughs> まあでもなんか、そういう風になると面白いかも、面白いのかなね。どうなんすかね。でも人間ってそんな感じじゃないですか喉乾いた、みたいなね。走れません、みたいな。<laughs> 人間ってね、ほんとね、非合理だと思いますよ。うーん。 だから僕はね、機械が好きなんですけど、機械っていうのは合理的であり、まあ感情がない、感情がないからこそ、あいいんですよ。うん。まあもちろんその人間と人間の面白みっていうのはあるんですけどね。ただ、ネットビジネスの場合ってこれあり、ありがたいことで、まあ僕と久保さんもやってることって、もう機械に向かって喋ってるだけなんですよ。カメラという機械ですよね。まあこれロボットって言っていいのかわかんないですけど、機械に向かってね、このマイクという機材、機械。 ねに向かって喋ってるだけですよ、ね。ただそれだけです。ただそれだけ。仕事ね。これだけ。うーん、非常に楽ですよね、久保さんね。これがね、毎回毎回人と本当になんか対面でね、この感情すり合わせで話してたら本当にパワー使いますからね。僕と久保さんが、まあ、自由にこう発信できるのは機械と向き合ってるからです。カメラと向き合ってるからです。カメラは何も言わないです。何も文句も言わないです。何も言わない。 ただボタンを押したら映してくれます。ただ喋ったらマイクが音声を取ってくれます。ありがとう。カメラマイク、いってらっしゃい。